ビ<ズ>サイエンスニュースをお伝えする理系通信今回のテーマは夢のエネルギーとも言われる核融合発電についてですでその核融合をめぐっては去年の年末にビッグニュースが飛び込んできましたアメリカのエネルギー省は去年の12月13日にローレンス・リバモア国立研究所で実施した核融合の実験において歴史に残る画期的な成果を達成したと発表しました まあその内容というのは投入したエネルギー以上のエネルギーが生み出せたとつまりですね純増させることに世界で初めて成功したということです、まあ、具体的には投入エネルギーを1としたと時1.5のエネルギーが生み出せたということです,でです、ね、今日はこの核融合発電において注目の研究者をゲストとしてお招きしています、えー、核融合スタートアップの エクスフュージョンの c. E. O. 松尾和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。わざわざちょっと大阪から来ていただいたということで、はい、す。みません。よろしくお願いします。<laughs> はい。で、まずですね。これ松尾さん、今回のこのアメリカの画期的成果、これどう受け止めてらっしゃるでしょうか?。 まあ一番やっぱりその分かりやすい指標まあ要はまあエネルギー純増ということでまあ入れてるエネルギーに対して1以上の,まああのアウトプットを取り出せたっていうところはまあ大きかったんではないかなと思いますし、はいまあまあ、非常に分かりやすいですよねたびたび核融合の成果っていうのはまあニュースとかにもなりますけども結構あのプロアズマ閉じ込め時間何秒とかあと何億度達成とかですね、はい、ちょっとそれが発電にどうつながるのかパッとはちょっと分からない指標ですけれどもまあ今回は。 1>, 1のエネルギーが1以上になったということで、まあ分かりやすい成果ということでですすねねそうういことよくその、まあ、やっぱ山に、まあ、この核融合、よく例えられることがあって、まあ、今、何号目ですかみたいなあ、はい、まあことが言われるんですけれどもあの、まあ、僕としてはです、ね、やっぱ山が本当にあったんだなということが、まあ、本当に分かったとっいうのはこの、まあ、成果の一番大きいところかなと。どういうことですか まあつまりその山があるっていうことが分かりさえすればまた、あ、登るだけなので、まあ、そういう意味で言うと技術開発が非常に進めやすい、まあ、これまで言えは1が超えてなかったので、まあ、本当にエネルギー生み出せるんですかっていうところに対して僕らはその実験結果を提供することができなかったんですよね、まあ、それがちゃんと提供できたっていうことは、まあ、開発研究を進める上でも非常に大きかったんではないかなというふうに思います正直あの松尾さんとしても果たしてこの方向で研究してても大丈夫なのかっていうちょっと不安があった感じなんですかね そうですね、まあ、今今回そのアウトプットのエネルギーが3メガジュールっていうことなんですけれども、うんはい、多分2010年とかに最初に実験した時、まあ、15キロジュールとかだったんですね何倍になったケースですか要は200倍くらい増えてると<倍>まあいうことで、まあ、本当にこのまあレーザー核融合があの発電炉として将来的にまあ成り立つんだろうかみたいなところは研究者としてもやっぱり まあ、もちろん信じてはいたんですけれども、やっぱり疑問に思うところは多々あって、ですね、まあ、それがまあ今回の成果で払拭されたというか、まあ、本当に山があったんだっていうのが分かったっていうのが非常に大きかったと思います、うんまあ、ようやく自信持って、今の方向で研究を進めていけるというふうになったと、そうですず、ね、ばりですね、核融合って、これ、いつ実現するんでしょわれわれの目標としては、2035年にパイロットプラントを実現したい,い35年ですか、かなり近未来ですけれども、本当にできるんでしょうか。 本当にできるのかというと、まあ、もちろん開発しないといけない要素がたくさんありますので、はい、まあ難しいとは思うんですけれどもただ。 あのできないことはないんじゃないかなと。あの核融合の実現をめぐってはですね、まあ昔からこの永遠の50年みたいな感じで言われていて、つまりずっとあと50年、あと50年みたいな。20年前もあと50年って言われて、で10年前もですね、まあ私もその時学生だったんですけれども、その時まあ核融合の授業とか受けたことあるんですけどその時も教授はまああと50年かなみたいなことを言ってですね、まあ永遠にこれ実現しないんじゃないかみたいなことを言われている中で、これ35年というのはかなり思い切った発言かと思うんですけれども、<laughs> まあそれだけの自信があると。 そうですね開発していくべきものが何なのかっていうのが、まあ、今までその分かりきらない中での開発だったので、まあ、どうしてもまあ焦点がブレてしまったり、まあ、することがあったと思うんですけれども、まあ、今回の成果によって、まあ、本当にこういう例えばレーザーの話でいうとこういうレーザーを作れば商用路で使っていただけるんだっていうことが、まあ、大体分かってきたような前、まあ、は使用が決まったみたいなまあところがあるので、はい、まあその使用を あのこ今後はまあどれだけ早くに満たせるかっていう競争だと思っているので、まあ、そこの、これからはもう早いんじゃないかなと考え実際にこう実現に向けて、世界が動いてるなと分かるのが、このグラフですね、こちらは世界の核融合関連の民間企業数を表したものでして、ぐいぐいと増えてきていまして、2022年の時点では30社を超えていると、でそのうちの一つが X フュージョンと。 2021年というのが核融合から韓から民に移行した年だといわれておりましてその年にですね大型の資金調達をしたりとかしてスタートアップも出てきたりしてですねど,んど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 ん増えているなという印象はあります。れぐらいいの資金が動いたりしてるんでしょうか まあ例えば一番大きな例でいうとコモンウェルス・フュージョン・システムズさんというところが MIT 発のベンチャーとしてまあ2018年に創業して2021年に約2000億円まあ調達でそうですねでこの2000億という数字がまあすごいところはまあこれまで国際的なプロジェクトでもこの核融合研究もちろん進められてきたんですけれどもそれの年間予算を超えたんですね。 一民間企業がまあそういった国際プロジェクトともまあ同等、それ以上のまあお金を集められるというところでまあやっぱりその脱炭素とかですねまあそういう持続可能な社会みたいな技術に関する関心というのはまあ高まり続けているんだなというふうに思っていますあ今回、ちょっと特別なものを持ってきていただけたということを聞いているんですが、はい、こちらなんですけどと全然見えないんですけれどもそれは何ですか まあ、ガラスのストークの先についているものが、はい、まあ実際のレーザー核融合の実験で使われる、はい、まあターゲットレーザーザの標的物ですねそれから燃料になるということですかねはいおっしゃる通りで、まあ、燃料なんですけれども非常に小さくてですね、まあ、1mm くらいしかないような、まあ、サイズ感のもの、はいはい、でこれを、まあ、例えばローレンスバンマで言うと192本のレーザービームで一点にここに向かって集航してまあ,あの 照射するとということで、まあ、非常に高精度なレーザー制御の技術というのも必要になってくるということになりますここから莫大なエネルギーが生み出されるとそうですねこんな小さい、まあ、1ミリ程度しかない、まあ、サイズのターゲットから、まあ、本当に大きなエネルギーが生み出されるというのが核融合の特徴になります。ということでまあ今日はです、ね、松尾さんにです、ね、あの夢のエネルギー核融合発電についてです、ね、その実用化に向けてまあどこまで進んでいるのかとかです、ね、そしてあの冒頭に触れたあのアメリカの研究所の成果 まあ確かに画期的ではありますけれどもよくよく聞くと,ちょっと実用性に関しては疑問符がつくというか、まあ、致命的な弱点もいくつかあるということで、うんはい、ただ、そんな中松尾さんたちというのは独自の手法日本独自の手法によってその弱点を克服して実用化を目指しているということなので、まあ、そのたりの詳しいお話を聞けたらなと思っております。でまずなんんでですけれどども核融合の,この魅力っってうういったところにあるんでしょうか ま,あまずはやっぱりあのまあ二酸化炭素を出さないとまあいうところでまあ脱炭素社会に貢献するということもできますしあとはあ燃料がですね海水から取れるとまあいうことでまあほぼ無尽蔵だと言われていましてやっぱりエネルギー問題のまあ完璧なソリューションの一つになりうるというところがまあ一番の魅力なんではないかなと。 あと海水から取れるということで地球って大体7割ぐらいが海の水だと思うんですけれどもエネルギーが平等に分布しているというところもいいところかなとやっぱり昨今ではウクライナの情勢もあったりとかしてですねエネルギーの問題、極細化する資源の問題でやっぱり問題もいろいろと起こってしまっているので非常に広い意味で言うと世界平和にも貢献できる技術だと。 ところが魅力のつま図を用いて簡単に補足しますと燃料には水素を使うわけなんですけれどもこれがまあ身の回りにあるよくある水素でして原子核の部分にプラスとなる陽子が1個あって周りはまあマイナスの電子が飛び回ってるというようなやつなんですけれどもその仲間としてまれ、あ、にです、ね、こういったものもあると。 プラスの陽子だけではなくプラスでもないマイナスでもない中性子というものを核の部分に含むと、まあ、これ、重水素と呼ぶとでさらに、えー、中性子が1個増えた三重水素というものもありましてで核融合発電においてはこれらを燃料として使うとそしてこの重水素がこれが海から取れるんでしょうかそうですね 海水から取ることにまあ工業的に成,あの成功しているというものになりますで三重水素の方はまは炉の中でえっと自給自足するというシステムになっているので、まあ、外部から供給する燃料と呼ばれているものは重水素ということになります、はあ、あこれはの自然には存在しないやつなんですけれどもただずっとずっとこれを消費していくわけではなく再利用していくという形なのでそそこまでで資源はいいいらないといううすね,そうですね外部から供給し続けるというわけではないです。 なるほどわかりましたでちなみにあの核融合というのは地上の太陽とかというふうに呼ばれておりますけれども太陽の中で核融合が起きているということなんですかねあ。そういうことですね、太陽の場合はまあ水素同士の核融合が起きていまして、まあ、自分の重力そ、はい、それですね、まあ、その,あの自分の重力でまあ水素同士がまが核融合反応を起こして、まあ、それで莫大なエネルギーをまあ生み出しているとなります。 なるほどただまあ地上でそれを起こすのは非常に難しいということで、えー、核融合発電においてはこの重水素と三重水素これをまあ燃料として使っていくということですかねねそうです、ね、もう1つそもそもの話を聞きたいんですけれどもやっぱり核というとまず核分裂を思い出すんですけれども、はい、それと核融合との違いって何ですかということで、まあ、2つのちょっと原理を簡単に説明いただけますでしょうか。あはい、はい まず上が核融合でちす、ね、こちらはまあ我々がやっているまあ核融合反応と呼ばれる反応でして先ほど紹介していただいた通り重水素と三重水素というまあ水素の同位体を使ってまあそれらを融合反応させてエネルギーを取り出すというシステムなんですけれども重、はいねはい、水素と三重水素をまあぶつけるときに外部から圧力をかけないといけないとまあいうところがまあ核融合反応の一番の特徴でしてまあそれゆえに難しいとまあいうことになります。はいうん 一方であの核分裂の反応の方はですね、まあ、ウランなので例えば発電に利用しようとした時はですね、まあ、あえてその反応が緩やかになるように温度をコントロールして緩やかに反応させるっていうことをするので、まあ、勝手に起こる核分裂とあの外部から圧力をかけて強制的に起こさないといけない核融合と、まあ、いうところがまあ特徴的かなと思います。 なるほどまあ、核分裂は反応が連鎖的に起こるとすなわちあのウランに中性子を当てるんですけどそうするとま,あまた中性子が出てきてそれが別のウランに当たるとまた核分裂が起こるということで連鎖的にどん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 ,どん起こってしまって、まあ、それがまあ発電という観点では非常に魅力的どんどんエネルギーを生み出してくれるんだけれども安全性という観点ではまあ暴走のこう原因になってくると。 そうですねやっぱり制御というところに、まあ、やっぱり課題を抱えておりまして温度をコントロールできているときはもちろんいいんですけれども例えば地震が起こって装置が止まってしまいましたとなると、まあ、その制御をすることがなくなってしまうので、まあ、核分裂反応というのは勝手にどんどん進んでいってしまって、まあ、例えばメルトダウンみたいなことが、うん、まあ起こってしまうというふうに言われています一方核融合は、まあ、圧力その反応を起こすためには外からエネルギーを加えないとそもそも絶対に起きないと。 いうことなで例えばまあロ、路が何か事故が起きたときっていうのは、暴走するのではなく、そもそも反応が止まってしまうというとそうですね、まあ、勝手に止まってしまうので、うん、そもそも原理的に暴走しようがないと、まあ、いうところが特徴になりますただ逆に言うと、どうやって反応を維持していって、はい、そして電気を取り出すかというところは、めちゃめちゃ難しいというところです、ね、広く安全性という観点でとうと、あの核のゴミというところも気になるわけなんですけども、核分裂はこの核分裂生成物というのが発生して、これがまあ厄介なんですよね。そうですねまあ 高エネルギーの放射線廃棄物と言われているものですけれども、まあ、こういうものっていうのはまあ何万年も放射線をま吐き出し続けるような物質になってしまうので、まあ、どうやって処理していくのかっていうところはやっぱり課題として挙げられている、まあ、一方であの核融合反応の方はですね出てくるものが中性子とヘリウムしかない。 まだからこの三重水素の方、まあ、トリチウムの方は、うん、あは放射性物質ではあるんですけれども、低レベルの放射性物質と、まあ、いうことで、あの半減期、まあ、12年でま半分になるようなあの物質なんです、ね、すなので100年単位で見ると、まあ、ほとんど減衰してなくなってしまうので、うんはい、まそういった意味で扱いやすいと、まあ、いうふうに言われておりますこっちはま何万年も放出し続けるけどというところが、根本的に違ってくるとということですね本当にこれ以外になんか厄介なの出てこないんですか。はい 核融合反応ではまあ中性子が出てくるので、はい、この中性子がまあ物に当たると放射化って言われる、うん、まあ放射性物質にまあ一部変わってしまうという現象が起きるんですねろ、はい、がそうなるってことですねそうですね、はい、ですのでまろ、あ、は点検が絶対必要だというふうに言われてて、うん、またで2年に1回ぐらいまコンポーネントを入れ替えないといけないみたいなことが言われていますまあ、ただ放射化した物質も何万年っていうふうに残るわけではないので、うん、まあそういうまあ100年という単位で見ればあのまあ核分裂でできるこのま核のゴミと比べると と比較的安全なものかなと思います。わ、はい、かりました。で、まあその核融合によってですね、まあ、そもそもなぜ莫大なエネルギーが生み出されるのかというところちょっと簡単に説明いただけますでしょうか。まあこの図が根本にあるというところだと思うんですけどそうですね。 まあ核融合反応では、まあ、例えば三重水素と重、まあ、水素が核融合反応を起こすと、まあ、ヘリウムと中性子というものになるんですけれども、はい、まあこれらの質量の合計値を比べてみると、はい、まあ反応前よりも反応後の方がまが軽くなってるんですね軽くなるとこれあの粒々の数は全く変わってないんですけれども重さが軽くなるとそうですね。はい なののでこの軽くなった分アインシュタインの有名な式 E=MC 事情というものがありますけれども、はい、まあそれで質量とエネルギーは等価であると、まあ、いうことが実証されてつまりこの質量消えた分の質量がエネルギーになって出てきているということでそこが莫大なエネルギーを生み出される原因です、はい、改めて補足しますと。反反応応前と反応後で質量が 減るとでそれをまあ専門用語で言うと質量欠損とか、まあ、M とかって表しますけれども、まあ、質量が軽くなるということが起こるんですがじゃあなんでそれがエネルギーにつながるかというとアインシュタインのこの超有名な式ですね E=mc の2乗という式によってこの m は質量欠損の値で c っていうのは高速でこれがまあかなり大きな値 3×10 の8乗ですかね、うん、という大きな値さらにその2乗ですからなのでこの質量欠損がまあ小さい値なんですけれどもこの c の2乗をかけることによって 大きなエネルギーが生まれてくるとこれが根本的な原理になってくるということなんですかねもう一つちょっと細かい話ですが、えー、核反応とエネルギーについて細かいところなんですが補足しますと、えー 横軸が原子番号でして縦軸がまあ陽子とか中性つまりつぶつぶの重さですねを表したグラフになっておりましてえ原子番号が大きくなれるにつれてそのつぶつぶの重さがですねどんどん軽くなっていくんですが鉄を境に逆に重くなっていくというこういうまあ性質があるとで核融合っていうのはこの辺のまあ水素とかのちっちゃい原子番号のやつを融合させることによって質量が減る。 で逆に言うと、ウランぐらいのですね大きな原子番号のやつというのは核分裂によって質量欠損が起こるとともに E=MC の2乗によって莫大なエネルギーが生み出されるということで融合と分裂ってまあ方向としては逆なんですけれどもこの U 字型のカーブによって E=MC の2乗の式によってまあ大きなエネルギーが生まれてくるまあそこは共通しているということです。そうですね でまあ、そんな核融合をです、ね、一体どうやって起こすのかというところです、ねまあここについても私からちょっと簡単に説明させていただきますと、はい、改めてですけども燃料というのは重水素と三重水素でここの核の部分をこうぶつけるということですねでまたちょっと細かい説明ですけれどもそもそも私たちの身の回りで起こるものというのはほとんどが化学反応ですよねで化学反応と核反応というのは根本的に異なると。 化学反応っていうのはここの電子の部分です、ね、周りに飛んでる電子の部分でその共有の仕方が変わっていくというようなものが化学反応でその化学反応においては反応前と反応後は質量は変わらないまあ質量保存の法則っていうのが成り立つわけなんですけれども今言及している核反応っていうのはこことここの反応ですねその反応においては質量が変わるなので大きなエネルギーが生まれてくるということでちょっとあのさっきのですね質量欠損の説明のところであれなんか。 今まで習ったのと違うなということを思った方いると思うんですけどそれはあの化学反応と核反応の違いになってくるということです。はい、ちょっと細かいでですが補足でしたで改めて戻りますと核融合を起こすには、まあ、こことここをぶつける必要があるということなんですが通常の状態ではこの,この2つをです、ね、ぶつけることはできないと、まあ、なぜかというとこの電子がこう邪魔になってくるわけですね、まあ、これがまあバリアみたいな感じですねなので核融合を起こすには超高温にする必要があるとプラズマ化してやる必要があると。 まあプラズマっていうのは第4の状態と言われていて固体液体気体の1個上のプラズマという状態でそのプラズマ状態になるとまあ電子がこう飛んでいってくれるとつまり原子核がむき出しの状態になってくれるということですね。ということでまあプラズマ化っていうのは絶対に必要な条件になってくるわけなんですがじゃあプラズマ化しただけで融合するかというとそうはならないとなぜかというとどっちもプラスの電気を帯びてますから反発力があるわけですね。 はい、ということで、じゃあこの反発力を飛び越えて超高速でぶつける必要があると、秒速1000キロメートル以上でぶつけることによって、初めて核融合が起こって、新たな原子核が生まれるということですね。ということで、まあ、ここに書いてある通りですね。まあプラズマ化するだけだったら別に1億度とか必要ないんですが、超高速にする必要があるために、1億度以上にする必要があるということですね。 1>, この1億度にするというのはかなり難しいと思うんですけれどもいかがなんででしょううこの辺りはそうですね1億度以上にすること自体も難しいんですけれども、はい、まあ核融合ってより難しいのはですねこの1億度以上というのは、まあ、核融合が起こる条件としては必須の条件ではあるんですけれども、はい、発電ということになりますと量が必要になってくるので。はい 要はたくさんぶつける必要があるもしくは長時間ぶつける必要があるということで、はい、その2つのパラメータを保った状態で高温にしておくっていうのが、まあ、非常に難しいところになります 1>, 1億度にすること自体はも、ねねまあ、1990年代にはすでに1億度のプラズマ自体はあの、まあ、実証されてるんですけれどもそれを保持するですとかより、まあ、密度っていうんですけれどもよりたくさんの量を保持しておくっていうことに関してはまだまだ実現、まあ、遠いというふうに言われてる。 ただこの1億度以上に加熱ということなんですけれども1億度となるとこれに耐えられる素材いうのは存在しないわけです、ね、あの3000度超えるとすべてのものは蒸発してしまうと思うんですけれどもそうなるとその核融合炉を作るっていうのが非常に難しいと思うんですがこののありはどうううなんででででしょうかそすすねですので、まあ、核融合炉ではですね、まあ、もちろんあのプラズマを直接まあ当てたりするとですね溶け出してしまうので、まあ、それを何かの力で、まあ なんてんです中空状態で保持しておくみたいなことを浮,、ね、浮かすっていうことがまあ重要になってきます。ということで一般にこの2つの方式が存在しているとちょっと簡単に説明いただけますでしょうか。はいまあ、一番有名な方式としては磁場閉じ込め核融合というものがあります,す、ねはい、左側のものですね。これはまあコイルに電流を流ををしてて磁磁場場発生させてまあその磁場の力でプラズマ をですね、保持しまして、まあ、定常的に発電するといったようなシステム要は地場の力でプラズマを浮かしておくっていうタイプです、ね。ということですね。で,ね、はい、でもう一つあるのが、まあ、レーザー核融合と呼ばれている方で、まあ、こちらの方は燃料の、まあ、ペレットをですねあのレーザーを使って圧縮加熱して発電する、まあ、核融合反応を起こすという方式なんですけれども浮いている状態で、えっと、瞬間的ではあるんですけれども、まあ、プラズマ状態を保持するという方式になります。 で世界の研究機関がそれぞれ2つの陣営に分かれてこう研究をしているとで、これ聞いたことあるという人多いと思います、イーターですね、これは欧州や日本などが国際的に協力して実現を目指しているもの、これはまあ磁場核融合ということ一方の昨年末に画期的な成果を発表したこのローレンス・リバモはレーザー核融合、そして松尾さんもレーザー核融合。 ということなんですが、やっぱりこう日本といえばイーターというイメージがあるんですけども。日本において、このレーザー核融合ってちょっと主流ではないです。か <laughs> そうですね。<laughs> <laughs> まあ、非常にマイナーな方式だと思いますね。はい、まあ、そもそも、その、まあ、磁場核融合とレーザー核融合を比べたときに、歴史がやっぱり磁場核融合の古い。まあ、古くからやってる方式というものもあって。はい まあ、そもそあの歴史的に、まあ、たくさんの成果があるという意味で、まあ、日本は、まあ、地場閉じ込めに注力している状況だと思うんですけれども、まあ、世界を見渡してみると、まあ、それだけではなくてレーザー核融合自体も、まあ、それこそこの前成果を上げたローレンス・スヴァン国立研究所ですとかフランスのフランス原子力庁ですとか、まあ、中国の中物院ですとか、まあ、そういった国立の研究所であの進められてきている研究になります。なるほど ここからですね、まあようやく本題ということでレーザー核融合について深くお話を聞いていきたいと思います。で、まずはですね、こちらの画期的成果を発表したアメリカの研究所が、まあ,あの分かりやすい CG を公表してますね。ちょっとそれを見ながらレーザー核融合とはどんなものかというのをちょっと見てみたいと思います。こちらですね。はい、ご覧の通り、はい四方八方からレーザービュッともう一点に集中させて。 はい、その真ん中にあるここが燃料球ですかね、はい、そこを加熱してここで核融合を起こして莫大なエネルギーを生み出そうとしているでこのレーザー核融合の良さ改めてですけれどもどういったところがいいんでしょうかまあレーザー核融合自体は、まあ、サイクルとして結構美しいんじゃないかなと思っていてそれが私がレーザー核を選んだ一つの理由でもあるんですけれども、はい まあ人類の歴史っていうのはやっぱりエネルギー変化の歴史でもあってまあ熱エネルギーの利用から始まって蒸気機関がまあ蒸気の力ですねまあそれがまあ生まれてまあその次にまあ電気が使えるようになってまあその後に光が使えるようになってで光っていうのは結構インフラ化していて例えば電灯の光ですとかまたセンサーですとか今さまざまなものに利用されてると思うんですけれども。 レーザーザ核融合って結局ですね光のエネルギーから熱エネルギーを作るというプロセスなのでこのプロセスが完成させることができればエネルギーサイクル全体として見た時に完結するんじゃないかなとつまり熱から蒸気を作るのにも変換効率がかかってくるのでちょっとやっぱ減ってるんですよねエネルギーの総量から見るとそれは蒸気から電気もそうですし電気から光もそうなんですけれどもレーザー核融合はこの光レーザーの力を使ってこの熱エネルギーを100倍にま して、まあ、増やしますっていうような、まあ、装置なので。あの、どん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 減っていくのに、まあ、ここで戻すことができれば。まあ<ー>、本当のこう持続可能な社会みたいなものが、まあ、実現できるのではないかなと。なるほど。思っています。まあ、そこ、ちょっとロマンを感じるようなところ。そうですところですかね。 っていうまあそのロマンの部分もあると思うんですけれども、そのジバと、実際にこう実用化したという前提なんですけれども、ジバとそのレーザー核融合、2つの方式を比べたときに、こっちの方がレーザー方式の方がいいっていう点とかもあったりするんでしょうかあそれもあの1つありまして、レーザー方式のはあは、あのレーザーを使って燃料を圧縮、加熱して、まあ、瞬間的に発電しまして、でこのクレーザーをです、ね、繰り返すことによって、発電量を稼ぐっていう。 方式なんですけれどもこのレーザーザのの繰り返し数というのを変更することができるんでですね、はい、なので1秒間に1回反応を起こすこともできれば10回反応を起こすことができると、まあ。ということは発電量を調整することができるつまり負荷変動に対応できるとと、まあ、いうところが一番の特徴でしてあの、まあ、いわゆるまあ日本の電力ミックスみたいなものを考えた時にときる 一定の電力を常に発電し続けるようないわゆるベースロードと呼われているような電源ももちろん必要なんですけれどもそれ以外にも火力発電みたいに例えば夏の暑い日とか冬の寒い日とかまた日中みたいな電力の需要が伸びる時にそれに対応して電気を供給するようなシステムとていうのも必要になってきてレーザー核融合っていうのは要は火力発電を脱炭素化できるという意味においては非常に優れたシステムなんではないかなと。 思いますそ現在の,その核分裂による原子力発電というのはまさに定常発電で基本的には一定の発電ですよね、で磁場核融合もそれとまあ同じだということただ、レーザーに関しては何回レーザーこう打ち込むかによって出力を変動させることができるということなんですが、ね、火力の代わりになっていくと。 そうですね将来的にはまあそういうことも期待されているのでで、まあ、ですので国としては地場閉じ込め方式とレーザー核融合2つ、主に進められてきたという形になっておりますただ、今まさにおっしゃったです、ね、あのレーザーの打ち込む回数を変えられるというところでちょっとかなりの疑問点というかです、ね、まさにこれですねあのアメリカのローレンス・リバーモアは、えー、去年の年末に画期的成果を発表した、えー、レーザー核融合なんですけれどもいろいろと実用性という観点では突っ込みところがあると。うん、まずその レーザーザ打ち込むとというところなります先ほどなんか自在にこう出力を変えられるというような話がありましたがあれっていう感じがあるのとそしてこの燃料球がなんかカプセルに入ってると思うんですがこれがかなり高額と聞いております。といった感じでかなりですねよくよく話を聞いていくと実用性あれあるのかなって思うんですけどこの辺りいかがなんでしょうか そうですね、まあ、ローレン・スマンバも国立研究所というのは2009年にできた、まあ、レーザー施設ですけれども、まあ、昔のレーザーの技術を使っているので、はいまあ、繰り返しの数というのは非常に、まあ、低くてですね、まあ、それこそ8時間に1回。 しか出力できないとただこの部分もですね最近の技術の発展によって1秒間に10回とか100回出力できるようなレーザーも増えてきているのでクリアできるんではないかなと思っていると将来的にはですけれどもあとカプセルについてもですね大体こ,、ね、いいこのカプセル、はい 1個で、まあ、1,000万くらいっていうふうに言われていましてで1,000万でこれ核融合起きたらこれそうですね、まあ、なくなってしまうので、まあ、回収もできないということで再利用ができないんですね、はあ、なのでこの燃料のまあ値段というのをどれだけ下げれるかというところも一つ技術課題に、うん ところで、まあ、いろいろ弱点あるなという感じなんですけれども、まあ、そんな弱点を日本の独自技術で克服しようとしているということで、それがこちらですね。日本独自の点火方式があるということで、まずは上がまあ従来、そして下がまあ独自の方式かと思うんですけれども。上の従来型、まず説明いただけますでしょうか。はい、はい、これがまあ、ローレス<来>リバモアもこれですかね。そうですね。中心点火方式と呼ばれる方式、まあ、採用しているんですけれども。はい、まあ、これはあのターゲット。 レレーザーー、まあ、ーザザのの力圧力で,です、ねまあ、圧縮していってで、えっと、最大圧縮点でまあ点火と呼ばれる現象が起きるとでこの点火っていうのはまあ中心の点が非常に高温になってそれこそ1億度以上の温度、まあ、10億度くらいと言われてますけれども温度になって、まあ、その点から核融合反応が始まって、えっと、まあそれが燃え広がるような形で燃焼っていうプロセスに移行するとやっぱこの圧縮っていうのは必要になってくるんでしょうか そうですねやっぱり密度を上げるということが非常に重要でして単純に核融合反応を起こしたいだけであればそれこそあの特に圧縮というプロセスは必要ないんですけれども発電ということになるとやっぱり量が大事なので量を上げるためには密度を高めないといけないということで、うんまあ、一度に核融合反応を起こる量を増やすために密度を上げているといまる、まあ、原子核ってめちゃめちゃちっちゃいものですからそれをどうやってこう 何回もぶつけるかっていうとうそれはまあ結構確率論うなるとどん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 こう小さくしていくとあのぶつかる確率がどんどん増えていくということで、まあ、それがあの転換につながっていくという理解であってますかね。あはいそうですというのが従来の方式なんですけども一方でこちら独自の方式が日本で開発されたと。 はい、そうですね、あのまあ、日本の方式、まあ、日本高速点火方式と呼ばれる方式の方は圧縮のプロセスと加熱のプロセスを分けると、まあいうところが特徴的でして、はい、であの上の中心点火の方はですね、こは、圧縮している過程でまあ断熱圧縮が起きるので、まあ、温度も同時に上がっていくんですね。はいはい まあなのでまあ圧縮と加熱同時に実現してるんですけども高速点火の方は圧縮するレーザーと点火するまあつまり加熱するレーザーっていうのを分けて。 より効率的なまあ核融合応を起こそうとまあ予方式になってより効率的になるんです。なんか手間が増えたように聞こえるんですけども。そうですね。やっぱり圧縮をするためのレーザーとやっぱ加熱に最適なレーザーっていうのは違うレーザーなので、うん、そこをあえて分けることでまあエネルギーまあ総量で見たときにエネルギーが低くて済むとまあ予方式でして圧縮のプロセスまでは一緒なんですけれども、うん、最大圧縮を迎えた時にですね加熱用のレーザーを使って追加熱を行って強制的に点火させるとまあ予 方式になってます。それで温度の高いプラズマを作って、で、まあ、点火して、まあ、燃焼させると、いうプロセスになります。圧縮に最適なレーザーで。 こう圧縮させるそして加熱に最適なレーザーで加熱させるでそれぞれまあ最適化させることができて、まあ、効率がアップにつながっているそです、ね、というところですかねなので圧縮に最適なレーザーというのは要は物を圧縮しようとした時はやっぱりなるべくゆっくり圧縮したほうが圧縮しやすいんですねですなので、まあ、僕らで言うとナノ秒のレーザーといって、はい、まあそれでも短いんですけどナノ秒なのでナノ秒っていうのは何、えっと、?10 のマイナス9乗秒なので、はい、まあ非常に短い光ではあるものの、はい、まあ これはロングそういう長い、まあ、ナノ秒の、まあ、レーザーを使って、はいねまあ、ゆっくり圧縮していって、うん、でその加熱用のレーザーといってたレーザーはピコ秒といって10のマイナス12乗秒なのでさらに3桁短いう、まあ、本当に瞬間的な光を使って、まあ、一気に加熱してしまおうとで一気に加熱することによって、まあ、効率的に点火というのを起こして、まあ、燃焼フェーズまで至ろうと、まあ、いう。 ただちょっとすみません細かいあの質問なんですけどもこれあの、まあ、どっちも同じだと思うんですけども非常にこう東方向にこうギューッと圧縮しないと難しいというか何か変形楕円とかになっちゃうとなかなか転換まで至らないなって気もするんですけどやっぱそのあたりの制限も難しいんでしょうかあはいそうですね、まあ、専門用語で言うと流体不安定性というんですけれども、うん、流体不安定性,安定性というふすね。はい まあやっぱりあの初期に例えば傷があったりとかまあレーザーの不均一性みたいなものがあるとこう圧縮していく過程でぐちゃぐちゃになってしまうんですね燃料球が燃料がぐちゃぐちゃになってしまうと何が悪いかというとまあ点火って呼んでる現象というのはまあ中心に熱いプラズマがあってまあその周りを燃料部というのがあの囲っている状態まあ要は温度の低いプラズマが囲っている状態になっているんですね。はい ただぐちゃぐちゃになっているとこの燃料部とこの点火点が混ざってしまうので中途半端な温度になってしまって結局点火という現象が生まれないということになります。<ー>はい、なのでどうやって均一に潰していくかっていうのは特に中心点火の方では重要でこれまでまあ,あんまり核い碁の出力が得られなかった理由もまほとんどの原因は流体不安定性、うん。 なのでこれまでの中心点火方式の核融合研究というのはいかにこの流体不安定性を削減し低減させていくかっていうところに時間を割いてきた研究かなと思いますで一方であの高速点火方式の方のまあいいところの一つとしてこの流体不安定性をそこまで気にしなくてもいいというものがありましてというのもあのこのプロセスではですね あの強制的に加熱するので結局ぐちゃぐちゃに潰れててもです、ねまあ、点,火点はでできるんですよね、はあ、そういうことですかそういうい意味で、まあ、例えばターゲットのクオリティとかもです、ねまあ、中心点火方式では傷がないようにものすごく、まあ、精度をよく検査しないといけないんですけれども、はい、量品率が非常に低いということ、ねはい、なんですけども、まあ、高速点火方式では、まあ、ぶどう回りがいいといいますか、まあ、ある程度クオリティが悪くても、まあ、使っても発電できるよねということで、まあ、ターゲットの価格も安くなったり。 まあ、すると、まあいいところもいいところかなと思います。なるほど。あのこちらの図、まあ似たような感じです。こちらの方がなんかレーザーの本数を、えー、と多く表現してるんですけれども、先ほどおっしゃったあのローレンスリバーモアの方ですかね。これ何十本のレーザー、そうですね。192本ですね。そうしないとなかなか均一にこう圧縮していかないというところなんですかね。うん、そうですね。192本で、まあ しかもまあローネシウモアの場合はそのレーザーを1回金の筒に当てて X 線に変換してその X 線のオーブンみたいな状態を作ってそれで均一に圧縮してようやくまあ流体不安性が低減された状態での圧縮っていうのを実現しているので弾をですねまあ単純に潰すだけと思われるかもしれないんですけどもその潰すのにものすごくノウハウハがいるっているうことります、はあ、一方、こっちはそれよりかは少なくても済んでしまうと。 そうですね、まあ、ある程度、流体不安定性を許容できるので、まあ多少、ぐちゃっと潰れてしまっても、強制的に後で点火できる、まあ、追加熱用のレーザーで点火できると、まあ、いうところが、手法としての特徴かなと思いますすなるほどですねここまであのレーザーレーザーと言ってきましたけれども、そもそもちょっと根本的にレーザーって何なのか、ちょっと簡単に説明いただけますでしょうか、このあたり。 そうですねレーザーっていうのはものすごく指向性の高い強力な光のことを指すんですけれどもレーザーに必要なものは主に3つありまして、はい、1>, 1つは冷気用のフラッシュランプといって<気>これは,、はいこれはまあ、蛍光灯の光みたいなものですね、はい、それにレーザーバイスといってその下のものですね はい、その中に、まあ、ある元素が、まあ、含まれて,て、はいて、まあ、例えばガラスレーザーの場合ですと、うん、ND、ネオジウムみたいなものが、はいまあ、一つの元素、代表例としてあるんですけれども、まあ、含まれた媒、まあ、質が、まあ、あると、うん、でまず、まあ、冷気って書いてあるんですけれども、このフラッシュランプで,です、ね、この元素を、まあ、冷気状態といって、あのはい、エネルギー順位の高い状態まで持っていくと、冷気状態で、まあ不安定な状態ではありますよね。 あの電子をエネルギーの高いまず比較的不安定な状態に持っていきます、うん、っていくと、はい、でその後にですねシード光と書いてあるんですけども弱い光をちょっと入れてあげてですねシードっていうのは種ですね種,種の光を入れると入れるとですねこの,あの冷気された電子っていうのが一度に反応して あの下の順位に落ちてくるんですね、はい、不安定な状態から安定な状態に落ちく下りてくると、はい、この光に刺激を受けて、まあ、あの安定な状態に戻ろうとするとでその時にまあ誘導放出といって同じ波長の光を出すんですけれども、まあ、その結果として、まあ、あのこのシード光、まあ、種の光が増幅されてレーザーとして発信されるというものがレーザーの原理になります。ものすごい小っちゃい種が大きな 光として出てくると、はい、これがまあレーザーの概念という風うになってくるという中で、じゃあ最先端のレーザーっていうのがどこがどの辺りがここ最先端なんでしょうか？そうですね。ローレスイバンセブンも国立研究所のレーザーというのは、あのまあ、ガラスでできているレーザーまあ、ガラスレーザーと呼ばれていて、このレーザー媒質のところがですね。はい、ガラスでできているんですね。はい、で、ガラスでできている結果として。 あのまあ、ガラスなので大型化っていうのは簡単だったんですけれども、はい、ガラス自体が熱エンドが悪いので、1>, あ<ー>まあ1回です、ね、レーザーを出力してしまうと、次1回打つのにで、すねだから8時間に1回とかしかできないんですかその通りですね、冷却をする、まあ、時間を加味すると、やっぱり8時間に1回とか。それをどうやって1秒間に10回とか打つレーザーにすることができるんでしょうか。 えっと工夫のし、まあ、仕方としてはこの媒質が温まる原因というのがフラッシュランプの光なんですね、このフラッシュランプの光というのはまあ蛍光灯の光と一緒なので白い光が出てくるあ、はいで、白い光というのはいろいろな波長が含まれて白い光になってるんですね、うんまあ、太陽光もそうですね、いろんな色が重なって白になっている。 ただ一方でこのレーザーというのは単一の波長のものでしか発信しないので逆に言うとそれ以外の波長のものていうのは熱エネルギーとしてこのバイアスの中に付与されてしまっているかなり無駄にしているとそうですねほとんどを無駄にしていると言ってほとんどなるほどなのでどうするかというとレーザーでレーザーを冷気してしまえばいいんじゃないかということでここにレーザーを使うとそうですね まあそもそもまあ単一の波長しか出さないような光源を使ってレーザー倍出をまあ冷気してあげれば効率よくまあレーザー出力ができ出るんじゃないかとまあいうことでこのフラッシュランプのところを LD とまあレーザーダイオードと呼ばれている電気を光にダイレクトに変換するような装置ですねに置き換えてまあレーザー発信するとより高効率になるとまあいうふうに言われいまレーザーダイオードを使うとどれぐらい効率アップするんでしょうか。 まあレーザーダイオードをまあ使うとですねまあシステム全体として見るとまあ電気から光の効率っていうのがまあ多分あの従来の方式ですと1%いかないような効率なんです99%は熱そうですほとんど熱になってしまってるんですけれどもまあこのシステムですとまあ電気から光の効率っていうのが大体10%程度っていうふうに術われてます。 1> 1秒間に10回とか実際もうそれは達成してるんですか日本の技術で大阪大学ですとかあとは代表的な民間企業でいうと浜松オトニクスさんみたいなところが<う>まあすでにそういう最新の技術を取り入れてこう繰り返しでかつハイパワーのレーザーの開発っていうところにまあ成功されていて。 まあ、例えば浜松オトニックスさんは1秒間に10回打てるような 10Hz のレーザーであったりですとか、ま、た大阪大学の方でも1秒間に100回というです、ね、あのレーザーも開発されようとしているということで、まあ、日本はあの高繰り返しでかつハイパワーのレーザー技術というのにまあ強みを持った国かなと思いますなるほどでも松尾さんは大阪大学で研究されてきたということで,ですけれどもそんな中、ベンチャーを立ち上げられた。 はい、XFusion というベンチャーを立ち上げたということです XFusion さんは実現に向けて具体的にどういった取り組みをされてるんでしょう えっと基本的に我々はですね今あのレーザーの制御の方の技術開発に注力しておりましてまあというのもあのレーザーはまあ,ある程度基盤となるような技術があってまあもちろん発展させていく余地はあるのでそこにも取り組むんですけれどもまあただレーザーがあるだけでは炉っていうのは完成しなくてそのレーザーを伝送してちゃんと燃料に当てるっていうところをまあやらないといけないんですね。こここの当てるってるとうろが結構難しししくそそれこそ先ほどどお見せしたたターゲットありましたけども,も ものすすごく小さいんで大体、ね 1>, ね、いい1ミリくらいしかなくて、うん、でかつそ,こそのターゲットが1 0 0 m ックっていうです、ね、結構速いスピードで飛んでくるんですね、はい、ロの場合は、はい、そこにレーザーをタイミングよく当てないといけないしかも高精度にでしかもレーザーの本数も1本だけではなくてローレセマード192本あるわけなのでそれを同時にまあ当てるっていうところの制御 が非常に難しい。追尾をする必要が出てくるということですか、ね。そうですね。はあ、まあどうしてもターゲットを導入したときにまあズレてしまうので、そのずれを補正できるようにレーザー光を振っていって当てに行くっていうまあ追尾も必要になります。確認ですが、あの炉の中心にえっとそのちっちゃい燃料球を打ち込むってことですか。そう、ね、最終的にはですね、まあインジェクターといってこういうターゲットを炉の中にビュンとあの打ち込む必要がありますで。しかもかなり高速で打ち込んでいくと。 それを一点に集中させてピンポイントで当てて核融合を起こすと相当制御の技術いりますよねそれは。逆に言うとこれまではまあそれこそ8時間に1回しかまあ実験をしなかったので。 止まってるターゲットに対してレーザーを集合して当てに行くっていうことで十分だったんですけれども、ねはい、まあ商用炉ということになりますと、まあ、あと、こう繰り返しレーザーと組み合わせて使うみたいなことになるとです、ね、結局、ターゲットは連続して導入されてくるので、はい、まそこに対してターゲットの位置をちゃんと検知して、まあ、ズレを補正するようにレーザーを振って当てに行くみたいな制御の技術が非常に重要になってきます。まあ、という技術を持って、実現に向けてベンチャーを立ち上げられたということなんですけど、はい ただ、あのかなり気になるのがです、ね、やっぱ核融合ベンチャーというところがです、ね、<laughs> 果たしてです、ね、やっぱ会社ですから収益を立てていかなきゃいけないというところで、まあ、先ほどまあ35年に実現させたいというところですけれどが、まあ、失礼な質問かもしれないですけど、35年まで収益立てて会社を存続させることってできるんでしょうか,なんかイメージわかないんですけれども私もです、ね、多分レーザー核融合でなければスタートアップとかベンチャーはやってなかったと思いますね。ね、はい まあレーザーの良さっていうのはやっぱ応用範囲の広さっていうところがあって、はい、結局レーザー核融合で培われているまあレーザーの制御の技術ですとかレーザーの技術っていうのはまあ多様な応用があるんですね、まあ、そこでまあその多様な応用の方でまあそこを産業化していくことによってレーザー核融合も,もちろん目指すんですけれどもまあその途上にあるような技術も回収していってまあそこでまあいわゆる売り上げを上げていくっていうことがまあできるといいなというふうに思ってます。はあ、つまり例えて言うと結構 NASA の技術でできた素材とか,なんかあるじゃないですか、はい、そんな感じで核融合の技術でできた何々みたいなところで稼いでいもとも<あ>とレーザー核融合というのは究極の光応用というふうに言われていて、はい、まあ何が究極なのかというと、まあ、単純にそのエネルギーなので産業の基盤になるから究極だという意味もあるんですけれども難しいからなんですよね。 要は光の技術の中でも最も難しいものにまあチャレンジしていくことによってまあそのまあ途上にあるような技術っていうのをもちろん獲得していくことになるのであのまあいろんな応用に使っていってそこでまあ収益を上げていくっていうことをあのしたいというふうに考えています。 今後、実現に向けてです、ねまあ、克服していくべき課題いろいろあると思うんですけれどもどういったこと課題がです、ね、あるんでしょうそしてまあそのなんかロードマップみたいなのって見えてますすででしょうかそうかそねあのまずはあの我々今レーザー制御のまあ開発に注力しているんですけれどもそこをあのちゃんと完成させるというところが一つの大目標になっていて、まあ、さらにあの難しいところは一、ね、つ一つのコンポーネントは動くちゃんと動くんですけれども、はい、結局核融合炉というのはシステム全体用で、はいうん まあその仕様を満たさないといけないということでちゃんと統合環境下で動くかっていうところをインテグレーションとチューニングをして確かめていくっていうところも重要だとなのでその部分をなるべく早期に実現していって先ほどその2035年に商用路を実現したいっていうふうに言ったんですけれどもその目標よりはですねその手前の2029年までに技術実証をするっていうところを大目標にしてますね。 想定されてるんでしょうかあの、まあ、核融合商用路ではですねあの1秒間10回ターゲットを射出して、まあ、そこに向かって高精度にレーザーを狙いに行って当てて核融合反応を起こし続けるっていうところが、まあ、定常運転っていうんですけども、まあ、定常運転の技術が必要なんですね、まあ、これまでの、まあ、レーザー核融合研究っていうのはそれこそ8時間に1回しかしなかったので定常的に運転してなかったわけです。 で今回の成果でエネルギーが生み出されるっていうことは分かったんですけれども、まあ、それって果たして技術的に定常運転までいくのかみたいなところが、まあ、やっぱ新たな技術課題として一番大きく取り上げられているので、まあ、その部分をまずは解決したいなと、まあ、いうことで本当に1秒間に10回ちゃんとターゲットを入れ続けて1秒間に10回レーザーを当て続けて核融合反応が起こり続けるっていうところを、まあ、まずは技術実証と呼んでそれをまずは実証しに行くのが、まあ、最初の仕事かなと思っています。 これに核融合を実現したら世界、本当、まあ、やっぱり一つは、まあ、エネルギーって結局、ですね、まあ、産業の基盤でもありますしなんかあって当たり前な存在だと思うんですよね、ただやっぱり最近、エネルギーに対しての不安感みたいなのがあると思うんですよね、本当にこの今のエネルギーを使っていて、まあ、自分たちの生活って持続可能なんだろうかとか。そうですね まただ核融合が実現してしまえば、まあ、やっぱり核融合っていうのは海の水からま作れる燃料で、まあ、無人蔵でエネルギーを生み出すような装置ですので、まあ、エネルギーに対してのその絶対的な安あの安心感みたいなものは生まれるんじゃないかなというふうに思ってます。ま特に日本においてはもう毎年何兆円使って海外からエネルギー資源を輸入しているというところで、まあ本当為替によって一喜一憂したりとかいうところがあると思いますけど、そうしたまあ心配とかも。 減っていいくととうことですかねそうですねやっぱり日本はエネルギー自給率が非常に低くて大体10%くらいだったと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういう国っていうのは、まあ、先進国の中でもまあ非常に少ないということでエネルギーにに対すするる不安感みたいなのを常に抱えている国だと思うんですね、まあ、そういったものを技術力で解消していくっていうことができるのが閣僚、まあのいいところだと思うのでまさにそこを目指して皆さんの不安感を取り除いていくっていうことができるといいなというふうに思います。 はい、ということですね。今回は核融合の注目の研究者松尾和樹さんをお呼びしてえ詳しくお話をお聞きしましたありがとうございましたありがとうございました最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします